チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだの人もメハ新誠チャンネルの誠です。いつもはコックコートを着て仙台市太白区富澤のアクロスプラザ富澤西さんの中にあります蔦屋書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしています。はい、今日はですねちょっと画角が違っていたりですねちょっとピントが合ってるのかどうかちょっと怪しいんですけれども、こちらの方で動画撮っております。今日はですねアルファ 7C ですね、マニュアルレンズですねつけて動画の方を撮影しておりまして、この辺をですね詳しく今日はご説明していきたいと思います。それではスタート。はい、それとですね本日はですね、α7C ですね、オールドレンズ私と同い年ぐらいのですね、キャノンの FD レンズ 50mm の F1.2 ですねこちらの方をつけて撮影しております。今ですね、テックアートの、LMEA7 だったかな、はい、マニュアルレンズを、ね、オートフォーカスにしてくれるというですね、レンズアダプターといったらいいんですかねを、使用して、撮影しているんですがですね撮影してるんですがピント合わないんですよね。はい、ピント合わないですね。はい、はい、合いません。LMEA7 ですね LM-EA7 こちらの方は、動画撮影用には使用できないということで、私もね買う前からですね、実際には使えないっていうのは知ってはいたんですけれども実際使えないもんかどうかっていうのをですねチェックするためにこの動画撮っております。はい、でじゃあ誰がピント合わせてるんだっていう風に言うとですね今多分ねレンズ見てないんですけれども、はい、α7C こちら側の方にね液晶を向けることができるようになっているバリアングル液晶になってるんですけれども、そのバリアングル液晶にですねピントのねピーキングができるんですよ。なので私の今だとで、ね、この辺にピーキング来てるんで多分目も大丈夫なんじゃないかなと思うんですけれども、その辺をねピーキングちゃんとここっていう風な、大体ピント合ってるかなっていうのをこう見ながらねやってるような感じになります。なのでそうだなですねちょっとね最近ねこれちょっと後で動画にしようかなと思ってるんですけど見えないですね。はい、すごいね目薬手に入ったんでこちらの方ですね紹介したいなんていう風に言った時にですねいつも通りねこんな感じでねやっちゃうとですね全く何も見えないという風な感じのになっております。ちなみにねF1.2 開放で撮っているので私のピンが来ている後ろね本当に真後ろもすぐに手が届くこの辺、本当にちょい後ろぐらいなんですけども綺麗にボケてる映像になってるんじゃないかと思います。α7C スチールカメラとしてはすごく優秀です。でレンズの方がですね動画カメラとしても非常に優秀です。どちらにしても優秀でもう1本にね今までの動画見ていただいた方私の動画見ていただいた方はご存知だと思うんですけれども今まで α7 を使ってたんですけれども α7 は撮影用ですね。で動画用にですね、マイクロフォーサーズの、レンズを、マイクロフォーサーズの、ね、カメラですね G100 使って ZV-1 使ったりとかいろいろやったんですけれども G100 でっていう風な形で最終的に落ち着いたんですけれどもやっぱりねニコイチ1台にしたいとねもうちょっと有名なねYouTuber さんのドリキンさんなんかも言ってますけれども、もうね α7C は本当にフルサイズコンデジという風に言っていけるようなですね非常にコンパクトに収まる感じになっておりますし、動画撮影時はですねよいしょこれでもねこれがねまず できないんですけどこちらですね、はい、レンズの方がですねタムロンさんのレンズの方ですね使って撮影しております。 20mm の方だったかなこれはF050 だから 20mm ですね。 20mm の F2.8 のレンズですね。こちらの方のレンズを使って動画撮影しておりますけれどもちょっとねこのレンズがちょっと大きいっていうのがあってですねちょっとこちらの方のレンズをどうしようかななんていうふうに思ってるところではあるんですけれども、今後ねこのね α7C ってね、α7C にこの 20mm のレンズをつけて、はい、撮っていきたいなと。これで一つだけ問題があってね
本当はね、あのアルファ 7C マイクも結構いいんですよ。まあさすがに G100 にはかなわないかなと思いつつも、まあまあでもいい勝負してくれるかななんていうふうに思ってるんですね。私なんかみたくあのそもそもね、あのまあ、G100 のようにね、あのこっちであのカメラに対してこっち側で撮った時の音をこっち側で撮った時の音とかね、あの音の撮り方をねちょっと変えたりとかっていう風な機能は α7C にはないんですけれども、でもやっぱりですね、あの普通にこうやって撮ってる分にはあのマイクが2つ目の前の方にあるので、まあ意外とね悪くない音には撮れると思うんですけれども、今ねこうやってねマイクピンマイクこちらの方にはいつけて撮影してます。理由はですね、このレンズがですね、20mm の F2.8 すごくいいレンズです。写真撮影時もですね、まあ、風景入れて撮るっていうんだったらもうぜひこれは、まあ、あの本当におすすめなんですけれども、唯一ですね、フォーカス音がカチ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 とね、前にも一回ね動画の方を撮影してるんですけれども、あのマイクで本体マイクにだとね拾っちゃうカチカチ音が入っちゃって、まあ落ち着かないような感じになっちゃうですね。なので今こちらの方のマイクをですねつけて今撮影している癖としてね、これ撮影音声の方を安定させるためにこのマイクで撮影してるんですけれども、まあできればね、できればカチカチ音のしないね動画っていうのも撮っていきたいなとも思ってるので、まあその辺もね今後ねちょっとまあどう変更していこうかなんていうのを考えているところでした。はい、ということでね、本日はねちょっとねなんていうかテスト的な感じではあるんですけれども、 α7C にね、50mmF1.2 のレンズをつけての撮影ですね、こんな感じになりますよということで、今ね ISO が100ですね、シャッタースピードが、60分の1で今、開放の F1.2 での撮影となっております。ちょっと明るすぎるかななんてちょっとね今ねあのモニター見ながらね思ってるところなので、ちょっとこの辺調整する形になるのか、まあ、調整しないでねそのまま撮って出しっていうのもねいいのかななんて思ってるので、まあ、こんな感じになりますということでね、オールドレンズで撮るとこんな感じになるので、なかなかやっぱりオールドレンズでね動画撮りたいなっていうのがねどうしてもあるので、まあ、その辺のちょっと悩みどころ、まあ、オートフォーカスにならないのでねマニュアルフォーカスになってしまうので、その辺のところもどうなのかななんていうのをちょっと考えながらですね、はい、ちょっといろいろといじっていきたいと思います。なかなかねずっと最近はねこもりっきりなんでね、こもっての仕事が多いので外に撮影しに行ったりとかっていうのがないんですけれども、機械見てね、朝方とか、夜中っていうのはちょっとなかなか出にくいのかなと思いますけれども、はい、こんなね中で仕事ばっかりしてるんでひねずらでねちょっと失礼してますけれども、はい、こんな感じで、撮影しておりました。まあね、またね、α7C に対してのその撮影機材ですね、いろいろと、そうだな、まあ、ボケテストなんていうのもちょっと上げたいなとかと思っておりますので、ぜひねカメラ関係 α7C ですねちょっと買おうかななんて思ってる方いらっしゃったらですね、ぜひ動画でもね、写真でもスチル撮影でも全然ね使っていける名機に今後多分なってくんじゃないかな、このコンパクトさ、やっぱりコンパクトっていうのをね考えていくとこの形に落ち着くんじゃないかななんていうふうに思っております。はい、ということでね、もしね α7C の興味あるっていう方いらっしゃったらですね、ぜひグッドボタン、チャンネル登録ボタン、グッドボタンはいらないかもしれないですけども、チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということでまた別の動画でお会いしましょう。それでは。